今日は久々にこうハットをかぶって、あ、キャップかぶってないね。もうずっとキャップだもんね、ハワイ。もう仕方ないですね。今日はでももう今日はね、今日は普通にもうブローとかも、まあいつもブローしないか日本でもくくってるだけだから、くくってないともう暑くて無理です。はいはい、今日今ウーバー待ってます。ハットかぶってない動画は久しぶりだと思うので、ちょっと回してみました。行ってきます。いた一応回してたけど、はい、安だな。東京で大学生の頃からお世話になってる美容師の方がいてね、で今回奈々ちゃんハワイに住むんだったらぜひここにいて、とても素敵な優しいオーナーさんだからっていうことで、今早速その場所に向かっております。ワクワク。本当に久しぶりのパンケーキにテンション上がりました。観光客の方にはもちろん、ローカルの方にも大人気のお店でしたよ。ねえ、
だったら、うわこれは美味しいね。皆さんおはよう。今日は July 4th だから休みかもしれないじゃん。めっちゃ美味しいって聞いたから、で今日行こうって朝から運動してお腹も減って今日も絶対行こうって思ったんだけど、ちょっとこの Google 先生怪しいじゃん。こういうね、独立記念日は怪しい。だから電話してみましょう。ないな、休みなのかな。11時半、11時からお店は開いてるはずなので。 This mailbox is not currently accepting messages because voicemail has not yet been activated. Please try your... 出なかったね。これ行ってみてさ、休みかもしんないもんね。どうしよう、みんな。やっぱりっていうかクローズだねえ、やっぱりさ、あの独立記念日を休むんだね。せっかく来たのにまた